そうだ、レコードもこの方式で保存されていたじゃないか。ヒントはすでにあったのだ。サイレントボムみてえなもんがありゃな。いやだから実際リアルであるぞ、サイレントボム。あるの、サイレントボムなまんまの名前のものを。このエメラルドグリーンの液に白い粉を混ぜっと。混ぜたらドカンって爆発しちゃうんだよ。早速混ぜてみる。おい、何してんだここで。ああ、聞こえてっかスパイチーム。いよいよプラチナ入りの宝箱開封ミッションと行こうじゃねえか。サイレントっつったろ、爆発はしねえよ。石膏ができるだけだ。石膏って美術室とかにある石膏像のあれ。折った穴に2種類の薬、試験管2本丸ごとぶち込め。温めた硫酸に貝の粉混ぜて、白い塊が溜まったら最後に貝と明板を。ああ、今その説明はいらねえな。1平方センチあたり300キロもの超絶パワーで内部から爆裂する。